動画のご視聴ありがとうございます。姫崎みーむです。逆転裁判3続きからやっていきましょう。ということで、ついに最終話に入りますね。第1話2話3話4話とやってきましたが、4話が意外と短かったっていうのもあって、もう5話最終話に来てしまったっていうことで、いやーでも4話短いと言ってもこの過去を知ってるか知らないかで全然違うっていう本当重要な回だったので、これを踏まえて第5話華麗なる逆転やっていこうと思います。はい、華麗なるだからね、さぞあ、ていうかこれ最初のムービーがね、またこれ感動するっていうかさ、感慨深いんだよね。ていうか京子様って裸足だったんだ。クラインの里に伝わる秘宝七使徒、うん、この右手に持ってるやつだね。ちょっと欠けたりしてるけど、それがまた歴史を感じるというか、その刀は僕たちの人生を表しているのだそうだ。うん、まあ、全体的な、そう、千尋さん、まあこれ逆転裁判1だね。無数に枝分かれして 無限に広がるかに見える何ちょっと千尋さんの姿にさ、あのちょっと待って、しかしそのきっかけいつだってただ一つ、これ喋ってると消えちゃうからね、とりあえず読んでいこう。いろいろ思いはねあるけど、容赦なく運命の糸を切り裂き最後に差し貫く。そのね、この言葉がちょっと不穏なんだよね、前回も感じたけど、やっぱりハッピーエンドで終わりたいんだけど、バッドエンドっぽい感じの言葉は言ってるし死んでるからね言ってるし死んでるからね。そして避けることのできない決着をつける。うん、避けることのできない決着が果たして良いものなのか悪いものなのか。で、安定のまゆいちゃんが出てくるはずはず。前回の記憶だと2月6日午前9時48分、なるほど法律事務所だね、まゆいちゃん。あのさ、なるほどくん。ん、何？私って霊力があるでしょ、なるほどくんと違って。まあ霊媒師だもんね。でも鍛えないとなまるわけ、なるほどくんと一緒で。まあみんなそういうもんなんだね。へえ、そんなもんなんだ。そこでほら、ハミちゃんおいで。あ、ハミちゃん久しぶりじゃない、はるみちゃん。あ、そこでこの霊場破りツアーなのです、なるほどくん。な、なにその雑誌。お、カルト新年号、真冬の霊場大特集です。はるみちゃんの声久しぶりだな。はるみちゃん自身久しぶりだし、はるみちゃんの声出すのも久しぶりだから、ちょっと喉がびっくりしちゃってる今。はあ、はるみちゃんね、嬉しそうだね。このはるみちゃん可愛いんだよな、飛んでるところ。一晩のきっつい修行で霊力がググーンとアップ。どうよ、夢みたいでしょ。霊媒師界隈って、霊媒師界隈っていうのもあれだけどさ、どうなんだろうね、実際霊媒師の人たちってさ、こういう交流会みたいなことってすんのかな。確かに夢みたいだね、とても嫌な悪夢か。ハザクライン、うん、っていう霊場なんだけどさ、すごい山奥にあるの。きっと今ならいい具合に寒いよ。なんか若干4話の五道川話してた感じが蘇るね。絶対行きたくない。ハザクラインってその筋じゃちょっと有名な霊行道場なんだ。私たち霊媒師でもなかなか予約取れないんだから。予約予約していくものなんだ。え、この度私が特別にご予約を。ほんと有能だよね、はるみちゃん。私スペシャルコース申し込んじゃった。まあいいんじゃないかな、行ってくれば。今依頼もないし。なんかいつも依頼ないな。なるほど、よし、話は決まったね。じゃあほらほら、ぼやぼやしてないでさっさと支度する。噛みそうになった。ダメですよ、ぼやぼやしては。え、俺も行くのって。あ、じゃあ僕だね。なんで僕が行くんだよ。20歳以上の人が一緒じゃないとダメなんだって。でも僕霊力なんて関係ないぞ。そのハザクラインって温泉でもあるの？冷たい滝で身を清めましょうよ。修行っぽいね。うん、悪いけどやめとくよ、寒いのも苦手だし。そんなわがまま言わないでよ。ほら見てください、とても素敵なところですよ。はるみちゃんがこんな言ってんだから行こうぜ。いやいやいや、とにかく。ん？ちょっと待って、あれ、ちなみちゃん、ちなみちゃんどうしたのですか、なるほどくん。ちょっとその雑誌見せて。なんかちなみ、うーん、ぬーんぬーんだよ、あれ、どうした、どうした、ちなみちゃん、お前は牢屋に入ってるはずじゃないのか。絶対そんなすぐには釈放されるような感じじゃなかったよね、罪の重さ的に。この甘さんでいいのこれ。
何？友達なの？なるほどくん。この子、この子は。うん。お名前は宮薙千奈美と申しますわ。ふつつか者ですが、何卒よろしくお願いいたしますね。うん。まあ、絶世の美女というより悪女。ほんと、宇宙の果てまで頼りにならない男。クズが、クズが。もう本当に潔いまでにクズだね、あなたが。そんなはずはない。うん。左下の人も気になるんだけど、そんな化粧する。彼女は有罪判決を受けて、今も刑務所に。どうされたのですか、なるほどくん。もう一人、姉妹いた。行くんかい。やめとけ、お前。またのめり込むぞ、もう。悪い女に引っかかりやすいっていうか、引っかかりに行くタイプか、なるほどは。行くよ。え？ハザクラインだっけ？僕も行く。やったぜ、ハミちゃん、かわいい。やったぜなのがかわいいな。ええ、それはもうさすがなるほどくん。迷い様のためならば、いや、はるみちゃん、他の女が決め手になっちゃってるんだよな、これ。いつも火の中、水の中ですから。いつもだったら死んでる。突っ込め、お前。なるほど、突っ込みを忘れんな。お、カルト新年号、霊媒業界の情報誌、ハザクラインが紹介されている。うん、怪しい雑誌だね。宮薙千奈美。名前書いてあるんじゃないの、これ雑誌だったら。こんなところにいるはずがない、それは分かっている。ただ何としても確かめたかった、この甘そうの正体を。合ってるのかな、読み方。僧侶さんとかなら分かるけど、甘でいいの、あれは。ハザクラインって書いてあるね。2月7日午後3時24分ハザクライン山門山門かな。さ、寒いよ、なるほどくん。強烈に。2月だもんね。そんな格好で来るからだよ。こんな格好しかしたことないけどね、まゆみちゃん。修行だからね。これも。ハックショー。声が上ずってるな。わ、これが噂の、強い。全然元気じゃん。ハザクラインなのですね、まゆい様。はみちゃん。ハックショー、ちょっと、手でちゃんとあれで塞いでね。ああ。この方乗ってた人じゃん。メイク落とした？おや、これはいらっしゃい。あ、どうも。大丈夫か、まゆちゃん、本当に。あら、遠いところわざわざ。さあ、寒かったでしょ？寒かったというか、現在進行形で寒いのはすごい。プルプルしてるほっぺたが。まあ、こんな山の中でしょ。そりゃ寒いわよ。こんなところで立ち話もなんだし、どうぞこちらへ。なんか誘導の仕方が詐欺師なんだよな。そう、自己紹介しないとね。おばさんね、ハザクラインの住職よ。名前はビキニ。ビキニ。そうなのよ。芳名って言うんだけど、どう思う？漢字で書くとビキニなんてもっともらしいんだけどね。なんかちょっと意味嫌うみたいなさ、その漢字がちょっと不吉じゃない。いい年してビキニよ、ビキニ。まあ若くてもどうかと思うけど。わははは、はわははは。笑い方独特ですね。私スペシャルコースを申し込んだんですよ。いくらそれ？あら、こんな寒いのにスペシャル？命知らずね、若い子は。死んでも知らないから。いや、笑い事じゃないよそれ。命知らず？わははは、そこ？迷い様、やはり今夜はやめておいた方が。もうちょい過ごしやすい時期にすれば。え、でも、せっかくハミちゃんが予約し、話を聞け、ビキニ。まあ、せっかくだからゆっくりしていってね。まだ晩ご飯まで時間あるし、その辺見てきたらいいよ。あ、話せる。はい。霊業道場というのは？あら、そんなことも知らないで来たの？すいません、住職様。この者は何分素人で。話聞けって。ビキニでいいから、おばさんのことは。霊業道は霊力を引き出す修行のことよ。ここにはね、そのための宝具が祀られているわけ。宝具？うん。一晩かけてその前できちんと修行すれば、あら不思議。霊力がもりもりムクムクワクワク、いい感じでしょ？わははは。早いね、喋るの。本当かな？本当なら行ってみたいけどね。スペシャルコースちょっと読ませてよ、まゆりちゃんの言葉。まあ本当にね、若いのにマニアックなんだから、あんた。霊氷の上に座って樹脂を3万回唱える修行ね。
キンキンに冷え切った放水を浴びながら、死ぬよ。え？死ぬよそれ。ほら2月でしょ今。この季節だとね。ちょっと油断するとあっという間に凍っちゃうから。気をつけなさいよ。気をつけなさいとかじゃないそれ。殺人起きちゃうからね。どう気をつければいいんだろう。やはりやめておけばよかったのでしょうか。てか、時期を考えた方がよかったかな。はるみちゃんは悪くないよ。ちっちゃいもんまだ。住職さん、この写真なんですけど。うん。化粧しすぎだってビキニばあさん。あらあらあらら、おばさんなかなかよく写ってるじゃない？ねえ。とても素敵だと思います。でしょでしょ？わはわはははははは。お化粧大変だったのよ。あやめさん。うん、あやめさんですね、あの女性は。なるほど。まあ普通に考えて、ちなみさんは刑務所に入ってるはずだから。双子。双子？あやめさん？そうそう。写真に写ってるおばさん似の可愛い子ね、全然似てないです。まあ、違う意味で可愛いかな、おばさん。なんかマスコット的な意味でさ。ここって小さな霊場だから、二人で切りも、すごいな。もっといいのかと思った。なんか楽し、なんだ、なるほど。このあやめさんですけど、今はどこに？あれやだね、この子ったら。こんな山奥までガールフレンド探しに来たのかしら。はるみちゃん怒るよ、ほら怒ってるもう。ジロリ。いやいやいや、そういうわけでは。あやめなら奥の院の方で今夜の準備をしてるわよ。夜ご飯の準備？奥の院？まあ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 、あやめなら夜になれば戻ってくるから、おばさんの本堂でも見ていってよ。まあ気さくな人だねこの人。奥の院か。うん、奥の院っていうか奥の院って感じだったね。ちょっとこれを見てほしいんですけど。見てくれない？引く手あまた。うん、まあ言っちゃうわ。常識な、正直なところか。忙しいって言いたいんじゃないかな。そういうことだね。事件も起こってないのに証拠品を見せるなんて。今日は仕事は忘れて思いっきり楽しもうよ。楽しみましょうよ、なるほどくん。かわいいな、二人とも。そうだね。それにしては寒すぎる、確かにな。これは？マガダマはさすがに、わかんないかい。なんか左のちっちゃい戸が気になるけど、まあ、移動しよっか。釣り橋これ絶対五道川のあれだって。じゃない多分。同日某時刻吊り橋前。うわボロい吊り橋があるよ。その勢いで言うもんじゃないよ、ボロいって。なるほどくん。それより、ものすごい崖になってるぞ、この下。お、川が流れて、今の久しぶり、今のポーズ。川が流れてるよ。結構流れが速い。これ、五道川の橋だったとしてさ、こっから落ちたの？ちなみさん。泳ぎ切る自信がとかの話あったけど、地震とかの問題じゃなくない？死ぬって。人じゃないんじゃない？ちなみさん。結構流れが早いね。うん。どうしたの？腰が引けてるよ、なるほどくん。ちょっと苦手なんだよ。高い。高所恐怖症？ふぅ。そうだ。じゃあ、いっそ落っこちてみたらどうかな。死ぬって。ちなみさんじゃなかったら死ぬって。身体能力とかのレベルじゃないでしょ、これ。ここから、えいって。意外といい修行になるんじゃないかな。人生修行にはなるだろうね。修行してたんここで、ちなみさん。いや、頭おかしい。そうだとしたら、修行させる人が頭おかしいよ、これ。それにしても、ボロい橋だな。そりゃそうだよ。なんと言っても、ほら、橋の名前、オンボロ橋、オンボロ橋。オンボロ橋っていうの、これ。いやいや、よく読めよ。ほら、オンボロ橋。まあ、似たようなもんだけど、全然違う。じゃあとりあえず調べてみようか。はい。葉桜院に向かう方向とは別に一本の細い道が伸びている。道しるべに何か書いてあるけど読めないね、古くて。崖の下に向かって綺麗できた階段が伸びているな。あ、階段あるんだ。じゃあ私が道しるべに書いておこうか、木の階段って。そんなの書かなくてもわかるよ。いいから。はい、鉛筆貸して。鉛筆ってなかなか持ってないよね、やっぱり。橋さ、渡ってみようか、なるほどくん。まゆちゃんは怖くないんだね。一見立派だけど、今にも崩れそうだぞ。一見今にも崩れそうだけど立派だよね。どう捉えるかだな。この発想の違いが、まゆちゃんと僕の違いか。ハミちゃんはどっち派なんだろう。野生味あふれる石ころに、血気迫る文字が踊っている。おんぼろ橋、おぼろ橋だって。だからおぼろ橋だよ。もう、誰が見てもおんぼろじゃない。私がうんって書いてあげる。鉛筆か。鉛筆じゃ書けないって。持ってても書けないよ。これは？
こんなところに公衆電話があるよ。誰が使うのかな。ハザクラインの人たちじゃないかな。電話なんかなさそうだったし。ハザクラインからここまで20分ぐらい歩いたよ。ハザクラインに行こうとしてたのかな。お涙さんとちなみさんが約束した場所の話。本堂、ここに作ればよかったのにね。そりゃ逆だろ。うん。電話、公衆電話は、ここら辺は何もないか。あ、そっちある。向こう岸まで20メートル近くありそうだ。今夜はあっち側で修行するんだよね。一緒にやる、なるほどくんも。スペシャルコースだろ。やめておくよ。霊力がつけば楽しいのに。そうか。余計なものが見えそうで怖いぞ。まあ、どっち派かだよね。見たい派か見たくない派か。なるほどは見たくないんだね。じゃあ戻って、調べてないか調べよう。これ、これ気になるのに調べらんないんだ。どうよ、なるほどくん。立派なもんでしょ。確かに。下手すると、まよいちゃんのふるさとより立派かもね。クラインの里もいろいろあったからね。昔はお金がたくさんあったんだよ、私たち。今はちょっと貧乏っぽいね。前から思ってたけど、二人ともデリカシーないよね。お互いがお互いに。いや、生まれる時代を間違えたね、ほんと。まあでも今の時代に生まれたからこうして出会えてるわけだからね。今夜泊めてもらう本堂が見えるよ。なんかこう、キリッと身が引き締まるね。せめてストーブぐらいあるんだろうな、あそこには。大丈夫だよ。私、湯たんぽ持ってきたし。僕の分は？やだな、なるほどくん。普通、湯たんぽは2個も持ち歩かないでしょ。寒い。頑張れ、なるほど。修行だ、これも。お、雪の日に乗るオートバイがあるよ。オートバイか。あいつ思い出すな。なるほどの真似してたやつ。トラ様だ、トラ様。スノーモービルって言うんだけどな、普通は。知ってるよ。スモーノービルで、スモーになってる、それ。マレカさん、マレカさんを思い浮かばせるべきだった。なんであんなクズ男、あっちが浮かんじゃったんだろう。マレカさん、会いてえな、マレカさんも。あと、マリカちゃんはずっと会いたいんだよね。サーカスのね。死ぬ瀬戸際で突っ走るんだよ。スモーノービルが。乗せてもらいたかったな。スモーノービル。だから、スノーモービルだよ。覚える気ないでしょ、まゆいちゃん。あ、可愛らしい鐘付き道があるよ。私大好きなんだよね、金の音って。いいよね、金の音。お金の音とどっちが。お前は本当にだな。ねえ、まゆいちゃん、ごめんなさい、お金です。それはね、みんなまあ言うてそうだから仕方ない。大丈夫だよ、まゆいちゃん、落ち込まないで。なんで謝るんだよ。お前が変な質問すんなよ。なんだ、金の音とお金の音比べさせんな。みんな誰だってお金欲しいぞ。はい。お、すげえ、勾玉でかっ。世界地図みたいになってる、傷跡が。同日某時刻、ハザクライン本堂。あやめさんいるかな。ますます寒いね、この本堂。中なのに寒いの。あ、冷気が漂ってるから。あ、なるほどくん、カレーの匂いがしますよ。はるみちゃん、ほんとへっちゃらだね。お、ほんとだ、今夜はカレーだね。あれ、こういうところって精進料理を食べるんじゃ。何言ってるの、なるほどくん。こんな夜は問答無用でカレーに決まってるでしょ。カレー食いて。私、カレーライス大好きです。かわいい。かわいい。あ、これあやめさんじゃない。愛らしい主権者さんね。と、さて、ごと、あ、う、うん、お母様。お母様でいらっしゃいますね、あやめさんとちなみさんの。多分ってなるとゆうきさんもそうなるけど、じゃあ三姉妹だったのか。ご機嫌よろしゅう、皆様。あ、こんにちは。美人だな。まよいちゃんとは違った意味で、これまた怪しい。それ、何なん持ってるやつ。その装束、スペシャルコースとお見受けしましたが。ふふ。残念だけど、違うの。私は。キャー、どうした？この方は、天竜祭エリス先生ではないですか。誰ですか？ま、私を知っているのかしら。私、あやさとはるみと申します。大ファンです。かわいい。かわいい、大ファンなのか。誰、なるほど。知らないんだ。まゆいちゃんは知らないパターンなんだ。さあ、僕の推理ではズバリやわ。なんか最終話だからいろいろ出てくるんだけど、ズバリも、あの探偵でしょ、懐かしい。愛が、あの、欲しいだけ愛が。占い師かな。私、先生のご本、みんな待ってます。熱心なファンだね。
いい子ね、はるみちゃん。どうもありがとう。ご本。なるほどくん、非常識です。先生をご存じないなんて、まゆうちゃんも知らなかったみたいだよ。は、作家さんなんですか？え？絵本を、絵本なんだ、少し。絵本か。なるほどね。なるほど、絵本。まあ、はるみちゃん絵本好きそうだもんね。好きそうっていうか、ちっちゃい頃みんな読むよね。知らなくてすいません。絵本はあまり見る機会がないものですから。大人になったらなかなか見ないよな。無理もありませんね。子供向けの優しいものを描いておりますから。エリス先生の絵はそりゃ美しいのですよ。私いつも心を洗われる気持ちになります。感想は子供じゃない。嬉しいわ、そう言ってもらえると。優しそうだけどな。一見見た目はともかく、確かにとても綺麗な目をした先生だな。そうだね。でも目で言うとさ、ちなみさんもまあ目は綺麗なんだよな。先生は去年魔法の瓶で毒入りの瓶の間違いじゃないですかね、それ。失礼、めちゃくちゃ初対面でこれ言うの失礼だけど、もう瓶っつったらちなみさんが毒入れてたあれだろ。賞をお取りになったのですよね。え、たまたま書いたものを知人がこっそり出版社に、それがそのまま本になってしまいましたの。ほら、喋り方もちなみさんじゃん。よっぽどすごかったんですね。私もたまたま書いてみようかな、絵本。たまたま書いてみようかなって、それたまたまじゃないよ。なるほどくん、こっそり持ち込んでね、出版社に。もう八百長じゃねえか。最近は弟子にしてほしいという殿方もいましてね。殿方、ここで出てくる殿方でしょ。やはりじゃね、やはりぐらいだろ。いろんな女に声かける殿方って、お弟子さんですか？天竜斎マシスを名乗っております。どこかで風景のスケッチをしていると思いますから、マシスの方もよろしくお願いいたします。あ、会えるんだ。じゃあ新キャラか。はい、エリス先生。はい、五郎さんみたいな。最近本校はやったよね。ここへ来た理由。先生はどうして葉桜院にいらしたのですか？やはり修行なのでしょうか？そうじゃないわ。実はね、ここで新しい絵本を書こうと思っているの。まあ、素敵です先生。はるみちゃん、うっとりしているぞ。はるみちゃんほんとうっとりしがちだよね。私、今までは西洋のお話を書いていましたから。だからそんな学校を。子供たちは私どもに夢を持っているのです。それに少しでも応えたいと思って。はあ、優しい人なんだな。なんか逆にこんだけ優しい感強いと裏がありそうだな。あ、でも先生、主権者のお装束を着ておられますね。口調が子供じゃないはるみちゃん。ええ、住職様が用意してくださったものですから、ローブの下に着させていただいているのよ。私もそんな杖が欲しいな。ハリーポッターとかそんな感じ。あ、この水晶、これはね、本物なのよ。でか、後で山で一本。そんな安易に落ちてるものじゃないからね、まゆいちゃん。水晶の方はよろしくね。なるほどくん、水晶も落ちてねえよ。盗まない限りは無理だろ、こんなところで水晶。それではそろそろ失礼しますね。お夕食の支度がありますから。え、エリス先生がお作りなのですか、カレー？そうよ、はるみちゃんも手伝ってくれるかしら。なんかもうすでに若干なんだろうね、親子感が出るぐらいの親近感っていうの出てるところが逆に怖いね。わ、私何でもやりますとも。はるみちゃんすっかり懐いてしまったみたいだ。あ、じゃあ私も。いいえ、気にしないでいいのよ。迷いさんたちはゆっくり遊んでいらっしゃいな。おっと、大丈夫、誘拐されない？はるみちゃん。え、でも。ああ、よかったらこれをお持ちなさい。はい。おうおうおう、んー、なるほど、地図だね。この付近の見取り図よ。迷子にならないようにね。橋の向こうにあるな、奥の院。あ、橋の向こうなんだ、奥の院。じゃあお言葉に甘えてその辺を見てきます。大丈夫かな。はるみちゃん気をつけんだよ。それでは行ってらっしゃいませ。お二人とも喧嘩しちゃダメですよ。はい。はい、よし、じゃあ行ってみようか。なるほどくん、まあ、夢咲に対しては一言も何も言われてないんだけどね。二人ね、喧嘩すんなよ。笑ってしまうほど巨大なマガダマがうっそりと祀られている。こんなちっぽけな代物でもサイコロックが見えるんだから、これだけ大きかったら何が見えても不思議じゃないな。世界の真理でも見えるんじゃない。あ、やっぱ重曹かこれ。
読めないけどまがまがしい呪文がびっしり書かれている。数学の公式をトイレに貼って覚えるみたいなことなのか、ちょっと例えがちょっとチンケだけど、それとも一種のカンニングペーパー、カンニングペーパーでかくね、カンニングペーパーみたいなものなのか。これチラッと見ながら読んでたらやだな、ノリと。祭壇だ。古びているが綺麗に手入れされている。そういえば去年暗いの里でも見かけた。そうだよね、やっぱり霊力に関係しているのだろうか。同じ感じだね、なんかやっぱ作りは。はい、火鉢の周りに藁で編んだ座布団が並んでいる。テレビの時代劇でしか見たことのない光景だ。この火鉢がなかったら命に関わるところだったな。どういうこと？はい、あ、死んでるってこと？じゃあ、あ、進んでる。あれ、ビキニーさんどっか行っちゃったね。奥の院に行ったのかな、彼女を手伝いに。あ、確かあやめさんだったっけ。あ、そんな名前だったね。正体を知りたいような、怖いような。ん？まゆいちゃんは、一言も聞いたことないのかな、ちなみさんの話。千尋さんとかからも。はい。じゃあ行ってみようか。おー、結構道が続いてんな。地蔵があるね。奥の院。いやー、揺れまくったね。そうだよね。揺れるよね、あの吊り橋。うん。しかも、ところどころ壊れかけてたし。大丈夫、なるほど。橋の最後なんて、板切れが一枚置いてあるだけ。大丈夫これ、本当に。この橋成り立ってる、橋として。まあ、崩れてないから成り立ってはいるんだろうけど。どうしたの？顔が緑色、紫とかじゃないの？僕のことはほっといてもらえるかな。あの橋を無事渡り終えた感激に浸っているんだ。大丈夫、なるほど。ふーん。まゆちゃん、平気だね。あ、あった。それにしても、すさんでるね。今にも崩れそうだよ。あんまり人が来ないんだろうな。こんなところで修行するの？今夜。そうみたいだね。怖いな。お化けでのお化けを見るんだよ。まゆいちゃんは、そのための修行だろ。霊媒師がお化けを怖がるのはどうかと思うな。普段見えないのかな？普段は。ない。なんか書いてあるね。奥の院かな？読めないけど。読めない表札って意味がないよね。確かに。郵便屋さんも困るし。それだけ歴史があるってことかな。まあそういうことだね。はい。この先が奥の院か。ちょっぴりぼろっちいね。まあ、洒落たペンションじゃ雰囲気が出ないからね。今夜ここで修行するんだ。あ、そう、あのペンションといえばさ、東出さんの小説、最近気になってたやつを買って読んだんだけど、ある閉ざされた雪の山荘で、あのすごい何十年も前の小説だったから、全然思ってなかったんだけど、映画化するんだよね、この作品。びっくりしたわ。前から気になってた本だから、やっと買えたっていうだけで、映画化するだろうなとか、ドラマ化するだろうなの意で買ってなかったから、読み終えて数週間経ったと思ったら映画化しますれって今っていう。めちゃくちゃびっくりしたけど、なんか読んだやつ、しかも何十年も前のやつ、30年ぐらい前だったかな、あれ。それが映画化するってなんかすごいタイミングだなって思ったから、今度見に行こうかなって思ってる。来年に公開だった気がする。そうだよ、腕が鳴るな。そう、雪とペンションと重なるところがあったから思い出した。腹が鳴ってるぞ。まだかな、カレーね。カレーもね、食べたいね、早く。こっちは？お、半開きのドアが私たちを手招きしているよ。でも、隣の建て札には立ち入り禁止って書いてあるぞ。立ち入り禁止ね。あのね、なるほどくん。ルールっていうのは、破るために、守るためにあるんだよ。まゆいちゃん。ルールをめちゃくちゃ守ってきた人間から言わせてもらうと、破んじゃねえよって言いたくなっちゃうんだよな。ごめんな、全然冒険心なくて。その言葉、弁護士に対する挑戦だな。さ、行ってみようか。ビキレさんに呪われても知らないぞ。うん、やめとこうか、ちょっと怖いや。やめとけ。あとルールはね、守りましょう。スライド、はい。これは特にないか。あ、ない。これ4本のワイヤーで支えてるんだね、吊り橋を。あ、なるほど。意外に細いよ。大丈夫かな、このワイヤー。もう心配性だな、なるほどくんは。もしあの吊り橋が落ちるとしても、このワイヤーが切れる前に板が割れるから大丈夫で。大丈夫じゃない、それ。うん。どうしたの？顔が緑、また緑になっちゃった。あのマスクマンになっちゃうじゃん。あったよね、マスクマン。めっちゃ前。これもめっちゃ前の作品だけど、これ映画だっけ？キャーかわいい。お地蔵さんがいっぱいだよ。一個もらうとかじゃないよ、地蔵。それこそ呪われるって。バカ言うなよ。こんなにあるんだもん。一個ぐらいわからないって。
いやいやいや、バレるに決まってんだろ。っていうか、地蔵持ち帰る勇気ねえな、普通。大地どうするんだよ、そんなの持って帰って。事務所に飾ろうよ。サイコパス。ここには代わりに事務所のこけし置いとけばいいでしょ。そういえば、あのこけしはどこから現れたんだ。こけしなんかあったっけ。まゆりちゃん持ってきた。あ、焼却炉。だ。雪に埋もれた巨大炉、焼却炉。うん。確かに雪に埋もれてるけど、多分それ焼却炉。またこれがあるってことは？これも、怪しいね。紛らわしいな。あんまり使われていないみたいだ。ちょっと錆びている。ねえねえ、なるほどくん。歩かないのかな？この巨大焼却炉。だからロボットじゃないよ。特に巨大でもないし。つまんないの？なるほどくんと戦わせんの？思ったのに、焼かれ死ぬぞ。焼却炉と戦う弁護士なんて聞いたことないぞ。でもお前、あれだよ。なんだっけ。格ゲー出てるよ、なるほど。いくら金をもらっても、もう渡りたくないな。そしたら帰れないよ。まあ、誰もくれないけどね、お金。そもそもあの代物を橋と呼ぶのは詐欺だろ。後半部分なんかただの板だったじゃないか。何にせよ、帰りにもう一度渡らないと。そうだよね。ここに住もうかな、僕。いや、住むな。そこまで渡りたくないか。千尋さんの思いはどうなるんだ。ちゃんと事務所を建て直せよ。建て直せっていうか、まあ、建て直せてはいいのか。まあ、なんか、洞窟みたいじゃない？大丈夫？呪われてそう。なんだかすごいな。寒くて小さな部屋だけど。今夜はここで修行するの？迷いちゃんたち。え、修行するのは私だけだよ。あ、か。あれ、そうなの？だってさ、ハミちゃんには無理でしょ？さすがに。ブルブル震えている迷いちゃんの方が無理っぽい。はるみちゃん大丈夫そうだったもんな。それに修行場はきっとあの扉の向こうなんじゃないかな。まあそうだよね。なんだかそれっぽい空気を感じるもん。確かに。神秘的な空気が漂ってるな。でもなんか寝泊まりできそうだね、ここ。布団あるし。あ、あやめさん？あの、